議員のセクハラ・パワハラなどのハラスメント意識を高めようと、小松市議会では研修会が開かれました。研修会は議員活動を行う上でのハラスメントを防ぐため、小松市議会が初めて開きました。議員21人が参加する中、ハラスメント問題に詳しい公立小松大学の志村恵副学長が講師を務めました。役割もいろいろあるって話しましたけれども、議員、市民、職員は人間としては対等です。選ぶ全然なってない、ここは大事です。志村副学長は具体例を挙げて、セクハラやパワハラにあたる行為を説明し、無自覚の言動でも受け手が不快ならハラスメントになり、人権侵害の行為にあたると指摘しました。市民の皆さんから陳情を受けたりとか、よく言えば持ち上げてもらったりとか、そういうこともありえますので、やっぱり勘違いしてもらっても困りますので、こんなところもこう当てはまるのかということを多分心の中に皆さん秘めたんじゃないかなと思いますので、それが少しまた今後の議員活動に役立っていけばいいなと。小松市議会では研修会の継続的な開催を検討したいとしています。